こんにちは、カズオです。カズオヘアラッシュ。今日は僕は海に来ております。なんと人生で初の海で釣りをしようかなと思いまして、仕事終わりに知り合いの人と一緒に来ております。釣れるかどうかはわからないですけどね、とりあえず頑張ってやっていきたいと思います。こんな風に水でふやける、ふやけてくるとあれなんですか、ダメなんですか。まあ、ダメってわけじゃないけど、あんまふやけすぎても、あ、やっぱ定期的に餌の交換はいるかな。一番今あっちの防波堤の先端とかに行くことなんだろうけど、あっち電気ねえもん電気ねえ、そうそう、おお、これでまた放置当たればいいんだけど、どうすかね、釣れればいいですけど。おすごい、カメラ越しのわかる、光ってる。アミ姫様、アミ姫様そう、これなんですか、ばらまくんですか。ここの下のカゴに入れて、あーなるほど、匂い嗅いで、ええ、なんかの匂いだ。そう、ブルーベリーの香り臭くないから、もう枝当時からいろんな人が使ってるはず。あ、そうなんすね。そう、うお、すげえ、モリモリって入れてる。そう、すげえ。本当にこの自立するはずなんだけどな。自立するんですか。あ、重いから。あ、立ってるってことですか。そう。あ、そうなんですね。じゃあ立ってやってみる。だるまじゃないですかもう一回やりますか。お、どう、お、まだ残ってくれてる魚たちよ、魚たちよ。あんま出ねえか、多分最初出ないんでしょうね、きっと。一回出始めると多分。来た。イエイ。お、すげえ。それで戻るパターンありますよね、海の中に。これなんか餌の上ラメ入ってる。ラメですか？キラキラ光る。ああ、俺はそれど、はい、このサビキの針の、はい、ああ、なるほど、来た、ああ、抜けた、最悪、この瞬間が悔しい抜けた、残念。お、来た、いい、どうも、海タナゴですか。タナゴはね、すごい、今何匹ですか、4匹ですか、5匹ぐらいですか。まあ、ちっちゃい、ちっちゃかった、ちっちゃかったで絡げるなんかの時には方法あるんだけど。あー、来た、大きいですね。何ですか、サバかもしれない。サバですか。さあ、行くぞ。サバですか。おお。強かったですよ。引き、あ、強かったです。上げた時もう全然。お。出て行く。身近な魚が来ると。はい。そうですね。はい、てな感じで今回は最後にサバが釣れましたね。あーんって言われた時はちょっとドキッとしましたけどね、ちなみにね、サバが釣れた後の来たかもしれないっていうのはサバの群れが来たかもしれないっていうことみたいです。そしてサバが釣れた時はめちゃくちゃ暴れるのが特徴みたいですね。普段食べているお魚でも知らないことがあって本当に勉強になりました。さて、次回でこの夜釣りは最後になりますが、予報の雨が降る前にどれだけ釣れるのか、そして夜中起きているとお腹が空いてついついデブ活をしてしまってます最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。それじゃん、バイビー。